ファンネルがお送りするバイオハザード HD リマスターやっていきましょう。じゃあ今回はどうしようかな。最初にじゃあ1階の黄色い宝石使うところ行ってみましょうか。多分ハンターさん出ちゃいますんで、どうやって出んだっけこれ。あれこっちからでいいんだっけ。あ、こっちからでいいんだ。ほら、あれ痛い。こいつなんかまだ生きてる。あ、びっくりした。違うよね。3発使わされた。もったいね。あれ、もう一匹出んだっけ。こいつ強くね。痛い。あれ2体も出るなんて聞いてねえぞ。そして3発ずつはもったいなすぎる。ちょっと回復薬持ってきますね。いや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 、あんまショットガン使いすぎてるな。どうしよう。超合金救急スプレーでいいか。よし、ハンターはさすがに復活しませんのでね、いなくはなりますけど、ガラスだけが。そうだね、ここを行って、あれゾンビ残ってたっけここ。残ってなかったと思うんだよな。でこの虎ですね。この虎に、ディスクですね。 MO ディスク、ちゃんとアイテム取ったら戻るっていうところすごいですね。これでとりあえず1階はもう必要ないかな。じゃあ来た道戻りますか。MO ディスク今まだ多分使わないんで置いときましょうね。アイテム欄圧迫してんの嫌だ。よし、じゃあいよいよちょっとしたボス戦いきますかね。 MO ディスク置いといて、一応グレネードランチャーに硫酸弾つけてます。で救急スプレー1本でいいでしょう。クリムゾンいるところを通んないといけないんだっけかな。とりあえず2階、そうだね、2階に行って、だから、あ、クリムゾンと会うかもしれんね。場合によってはここにハンターがいないか。でまっすぐ行って、よし、ちょっと構えが遅いんすよね。一撃で葬れたかはちょっと怪しいですけどね。で今までずっと行けなかった上に行きましょう。オッケー。で一応グレランにして、
ハーブあるんだよね、ここ。すごい見えづらいけど。まあ、言ってダメージ食らいますんでね。よし、じゃあいきますよ。来ましたよ。これなんか押されるんですよね。で落ちると落ちても死なないジル。前段当ててこうね。危ねえ。あれ、こんな4発ぐらい撃った。でもあれ、こんなあっさりだったと思わなかったけどな。多分どっちかっていうとこの2階から落ちたダメージの方が痛かったんじゃないかな。でも元気で、本棚の裏ここですね。最後の書、下巻ですね。調べる。メダル入ってますね。狼のメダル。他にアイテムなかったはずだから、ショットガンの弾ぐらいどっかにあってもいいんだけどね。確かないはず。で、どっちから出るかによってなんだよな。こっちから出ちゃっていいかな。ゾンビ湧いてなきゃね。あとは右側に行けばいいんで。よし、じゃあ右側行くか。あれ、こっちから開かねえの。マジか。いいんだよね、あそこから。うん、あれ、じゃあどっちみちこっちから。あー、でも逆からは入れるっていうパターンだったのかな。バリー、あそこも直してくれてよかったのに。無駄にクリムゾンゾンビと戦うことになりそうだな。とりあえずここは出ないですからね。大丈夫ですよ。で、降りた先ちょっとマップ見てから行きますね。まあ、まっすぐ行っちゃってもいいかな。なんか変なの枠か、まっすぐ行くと。ウェーイ。ハンターかなんか湧くかな。カラスだけだと思うんだけど。よし、そういえば ここってあれだよね。最初の犠牲者がいたとこだよね。あの人ゾンビならないんだ。この BGM 怖いですけどね。で、いつもの場所に来て、悩むのは一回アイテム整理してから行った方がまあ無難だよな。確か持ちすぎだもんな。一回2階からん?2階から行った方がいいんだっけ。2階から行ってなんかゾンビ1匹いたんだよな。でも1階から行けるんだっけ。行けないね。いいや、2階から行くか。できればヘッドショットで頭吹っ飛んでほしいけど、そうじゃなかったらもやしに戻ってこねえといけねえんだよな。
どっちにだっけ？うまく回避できりゃいいんだけど。どうしよう、ヘッドショットうまくいくかな。通り抜けちゃうか。よし、下手に倒さんでいいでしょう。ただいるんだよな確か。あ、いないんだっけ。下のも倒したもんね。よし、それじゃあアイテム整理をしまして、メダルは置いていきましょう。メダル置いて、ハーブ2色が持っとくのは、回復薬は上で、鍵と、これはまだ置いとこう。ショットガンの弾か、あんま使いたくはねえな。でもいいか。ちょっとすいません、念のためセーブしておきます。はい、すいません、セーブしました。あとアイテム整理もしたので行ってみましょう。もう一回あの2階にいたゾンビのとこ通らないといけないよね。まあその方が近いからね。買わせりゃいいんだけどね。おっと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 、買わせた。まあでもまた戻ってくんだよな。アイテム整理はしたいですからね。よし、じゃあ1階の奥に進みましょうか。こっちですね。これで鍵終わりかな。 OK。 ゾンビはいた気がするんだけど、ここにはいないんだっけ。臓器のようなもの、手帳、走り書き。依然として状況は変わらないと。私が遊びで作った部屋がこんな形で役に立つとはと。やつらの目を盗んで隠れることができると。とはいえ確かアイテムはなくて、こっちにあ、インクリボンか。まあ取っとくか。でゾンビいるんだよな確か。どういう配置でいるんだっけ。こういう配置でいて、ダガーナイフ。やばいなこの位置は。え、ミスってんの、ミスってるのこのこのご老人は。どうすかな、あんま戦う必要性がない。よしよし、オッケー。もうあとここ来ませんからね。まあ今の宝石箱ですね。湧かないよね敵で。アイテムなかったよな確か。大丈夫なはずなんだけど。よし、でまた2階行って、
赤い宝石持っとけよかったな。ちょっと赤い宝石使うんで。でもここのゾンビいい加減倒しといた方がいいのかな、やっぱり。まあナイフいっぱいあるからな。でもうまくかわして、よいしょ、オッケー。ハンターさん湧いてないよね。大丈夫だよね。これでじゃああとはもう一つ残された部屋ですね。そこに行きゃいいんで、とりあえず、まあ、グリーンハーブだけちょっと置いとこうか。赤い宝石はあったあった。よし、組み合わせでパズル。あれどうだったっけかな、これ一回置くとめんどくせえんだよな。雲が確かこう、雲っていうかこれがこうなって、あれこうだったっけか、違うな形。あれ合ってるか、でも合ってるっぽいか。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。ちょっと微調整しないと残り入んなくなったりするんで、これこうよね、見た感じで。これがこうか、入んねえなサイズよ。あ、入っとこあった今。ちょっと待って、ちょっとガクンって動くんですよね、入りそうな時。くちょっとあれなんだね、どこが邪魔なんだ。これか、ちょっとずらして、これもちょっと微調整して、ちょっとずれてるぐらいは大丈夫なんでね。いや入れよ、よし、めっちゃずらしやったぜ。入らなーいあれ違うっていうこと、そんなわけないよね。こんな感じにして、意外とぴったりだからな。よし、でこいつが入れば決まりだ。 OK、 鍵に変形、スペンサー家の紋章ですね。はい、スペンサー家の鍵手に入れました。あれなんか敵は出なかったはずなんだけど、とりあえずアイテムが3つぐらい確か出るんで、じゃあスペンサー家のやつの部屋のとこ行きますか。あのゾンビほんとことごとく邪魔なんだよ、邪魔なんだよね。まあしょうがないけど、ちょっと護身用のナイフとか使っちゃうようなことがあったら頭吹き飛ばして、頭吹き飛ばせなかったらあれですね、大丈夫でしたね。燃やしに来ようと思ったんですけど、ここだっけ。私はすごい間違えてるこれ、間違えました。あれスペンサー家どこだっけ。あ、1階か。いやーしまった、1階から出ればよかったんだな。またくそ、やらかし案件だな。いやごめんなさいね、ちょっと間違えました。バリーがドア直してくれたんで何回でも行けるんですけど、スペンサー家のところを調べたら終わりぐらいかな。
ごめんなさいね、今まるで飛ばしちゃいましたけども、ドアノブが直ってるって確か言ったんで。でゾンビとかいなかったはずなんで、ここです。捨てます。で暗いんでライトをつけて、光ってますね。鉄でできたオブジェで、あとここに、あ、間違った、ちょっと待って、ショットガンの弾があったんで、あれ、よし、これ取んないとね。もうだいぶ消費させられたかな。でそこにバッテリーパックあるんで、あれこんなもんだったっけ、こんなもんか。そうだね、これで OK か。んでじゃあこれで今回終わりにしましょうか。セーフハウス戻って、セーフハウスはこっちからだっけ。いねえよな、大丈夫だな、よし。はい、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回は今回の動画、前回かなで撮ったバッテリーを使っていきたいと思います。また中庭に行かないといけないので、そちら進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。